喧嘩するほど仲がいいなんてよく言うけど、喧嘩なんて結局エゴのぶつけ合いだし、本音をさらけ出したところで人は分かり合えるものでもない。傷つかずに生きていくことは多分不可能だけど、周りを傷つけずに生きていく努力はしなければと思った。なんだか無性にそう思った。グラムール美容専門学校の提供でお送りします。おはようございます、レイラさん。よく眠れました？うん、薬飲まなかったせいか頭がすっきりしてる。そうですか。今日はいっぱい人に会って話さなきゃならないし、よかったですね。いっぱい？はい、午前中はこのホテル内で女性誌の取材が1件です。午後からは移動してメンバー全員で音楽誌3件、情報誌2件、夜はラジオの収録が2本。あ、すいません、1日にこんなに詰め込んで。ううん、レコーディングが押したのは私の不調のせいだもん。こっちこそごめんなさい。いえ。シャワー浴びていい？まだ時間ある？はい、30分後にヘアメイクさんがここに来る予定ですけど、朝食はどうしますか？何か適当にルームサービス頼んどいて。はい。わざと忘れたでしょう。その日、私はバイトが休みで、数日ぶりに蓮の腕の中でぐっすり眠って、つきものが落ちたように穏やかな気分で目覚めた。しまった、傘蓮の家だ。しばらく会わないって伝えて。ノブのことだからどうせ伝えなかったんだろうな。ほんと使えねえんだからあいつは。そんなに自分のプライドが大事かよ。よしよし、私は多分自分が歌で成功しない限り、トラネスの蓮に対する複雑な思いを消すことはできないよ。
だけど会うと結局いつもこうして流されてしまうのは、レンを好きだから。すごく単純なこと。キッチンの戸棚にイチゴのグラスはなかった。ハチが私の分まで持っていったとは考えにくいので、やっぱり割れてしまったんだと思うと、いても立ってもいられない気分になった。つうかグラスは二つとも割れてたんだよ。え？匠が言ってたんだ。お前の女はなんて凶暴なんだ、ちゃんとしつけろと。しつけ？現場見てハチ子がショック受けて泣き出して、匠はなだめるのが大変だったらしいよ。その状況じゃお前がブチ切れて割ったと思うのが普通だし、実際うっかり二つは割れねえだろ。ハチが黙って出て行きたくなるのは当然じゃねえか。そんな大事にしてたグラスならなおさらだろう。絶好を言い渡されたと思い込むには十分の仕打ちだぞ。どうしよう、別にそんなつもりじゃ。じゃあどういうつもり？わからない。本当に覚えてねえのか、携帯水没させたことも。ごめん、せっかく買ってくれたのに。本当どうかしてたよ私。いや携帯なんか必要ならまた買えばいいけどさ。でも登録してた電話番号もメアドも全部消滅かよ。メモ残しとけよかったよ。いやお前の数少ないお友達なら俺もほとんどお友達だから控える。そうか。あ、充電切れてる。今すぐ入れろ。いや俺もう出なきゃまずいし、お前は今夜もスタジオで練習だろ。その時みんなに直接聞け。でも早く電話してやらねえと。電話より会いに行ってやれって。ハチはつわり中だし、この雨だし、うちにいるんじゃねえか。白金か、 302？ レンの部屋と同じ番号。レン、駅まで乗っけて。白金台駅？いやそこの駅、グラス買わなきゃ。何度思い返しても、なんてうかつなことをしたんだろうと思う。だけど強くなる雨足と傘を持ち合わせていなかった焦りが、早くハチに会いたいと思う私の衝動を高ぶらせた。人の運命を狂わす引き金なんて一瞬で引ける。こんにちは一ノ瀬様、お出かけですか？はい、タクシー呼んでいただけますか？かしこまりました。行き先は？白金台の駅前まで。ダメだ、わかんねえ。この辺りのはずなんだけどな。駅から20分ってもう1時間は歩いた気が。すいません、この住所のとこに行きたいんですけど、道わかりませんか？普通に振る舞えばいい、まるで何事もなかったように。ハチは私がノブの味方について正義感丸出しに怒ってると思ってるんだ。
私のこと正義の味方みたいに思ってんだから。でもヒーローというものは何があろうとヒロインの味方なのだということを教えてやる。ごめんね、ノブオ。すいません、訪問先が留守みたいなので帰ってきたらこれを渡してもらうことできますか？受けたまわります。何号室のどちら様宛てですか？302号室の。302号室は現在空室ですよ。お部屋番号をお間違えではありませんか？302号室はレンのマンションと同じ部屋番号。私は絶対間違いない。お客様、店内禁煙となっております。小松菜奈、そのようなお名前の方はご入居されておりませんが。そんなわけねえよ。つい最近ここに越してきたはずで。そっか、匠の名義か。匠の名字ってなんだ？つか匠って本名？知るかよ、匠の本名なんか。302号室に虎根巣の匠が女と住んでるだろう。隠さなくても知ってんだよ。そのような居住者もおりません。申し訳ありませんがお引き取り願えますか？くそー、あの男、私のこと絶対匠のファンと間違えてる。よりによって匠の。302号室は現在空室ですよ。有無を言わせぬ一刀両断。いかにも匠が考えそうな追っ払い方だ。確かにああ言われたら自分の勘違いかと思う奴は大勢いるだろう。そして空室と思われている部屋でふわふわ暮らすハチはさながら自分が死んでいることに気づいていない幽霊のようだ。匠と生まれてくる子供のためにしか存在しない女だ。ねえハチ、あんたは本当にそれでいいの？え？結婚？子供ができたの？さすが勘がいいね。だってそれ以外考えられないよ、匠が結婚話持ち出すなんて。でもそれ本当に匠の子供？多分。おろしなよ、匠に正直に話して別れた方がいいよ。だいたい結婚すれば幸せになれるなんて考えは幻想だよ。あ、匠はもちろん全部知ってるの。知ってて結婚するの？ありえなくないそれ。でもそういうこと知っても受け入れ合えるからこそできるっていうか。なんか変かな私。匠も大概変な人だし。僕は何が変で何がまともなのか全てに対してよくわからないから、僕の言うことなんか気にしないで。もしかしてしんちゃんの家の事情と私の立場ってちょっとかぶってる？みんながしんちゃんにだけ私のこと内緒にしてるのはもちろん私の話をしたくないのもあると思うけど、しんちゃんの心の傷に触れないように気を使ってるんじゃないかな。私もしんちゃんには隠しとくつもりだったし、絶対産むこと反対されると思ってたし。でもだからこそちゃんと話さなきゃって思ったの。しんちゃんのお母さんもきっと私と同じように悩んで苦しんで、でもしんちゃんのことどうしても産みたかったんだと思うよ。そんなの分かってるって、子供扱いしないでよ。じゃあどうしてしんちゃんが自分を産まなきゃよかったのにって思うようになったか聞かせてほしいの。私は自分の子供にそんなこと絶対思わせたくないの。だけど生まれてきた子がもし匠の子じゃなかったら、匠だってやっぱり苦しむと思うし、子供だって容姿とか血液型とか違えば変だと思うだろうし、
でも、もしそうなっても努力次第で幸せな家庭は築けるんじゃないかって、希望を持ちたいっていうか、考えが甘いかな。そうだね。でも僕の言うことなんか、ほんと気にしないでよ。たとえ事情が同じだったとしても、人が違えば事態は変わるし、自分の考えでやっていくしかないんじゃない？ごめん。僕もハチの子供に生まれたかったな。岡崎真一の母親は自殺しています。真を産んですぐのことです。本当の父親が誰なのか、真相は藪の中かもしれないですね。お望みでしたらさらに調べますけど、何せ海の向こうで起こった一個人のことですから。いや、それだけ分かりゃネタとしては十分だ。それより奈々の母親の消息を調べてくれ。毎度どうも。しかし工藤さん、ブラストが売れないとせっかくのネタも使えないのに。まあ見てろって、間違いなく大ブレイクするから。でもガイアはデビューさせる気ないみたいですよ。俺がさせてやるんだよ。できたとしても売れませんよ。ビジュアルがいいとミーハーなファンがつくから、音楽ファンを敵に回すし、かといって女子高生。何評論家みてんなこと言ってんだよ。いつの時代も庶民が求めてることなんて変わんねえ。刺激的な話題だ。なのに今の若造は芸術家気取りの勘違い野郎ばっかで、やってらんねえよ。トラネスみてえな優等生バンドが君臨する世の中は眠たくてしょうがねえ。匠の高い花をへし折ってやりてえな。とりあえず明日の祭りが楽しみだ。みんな目が覚めるよ。え、サーチの発売日は明後日でしょう。ネタを半分テレビに売ったんだよ。俺のシナリオにノリノリで財布の紐がゆるゆる。スクープが目的じゃなかったんだ。俺の目的は雑誌の売り上げを伸ばすことだよ。熱愛発覚報道で世間の興味を煽っときゃ、お宝写真にはみんな飛びつくだろう。あ、撮れたんですか、ツーショット。いい感じよ。その日、私は日が暮れるまでマンションの前でハチの帰りを待ったけど、結局あいつじまいだった。明日バイトの帰りにまた来ればいい。スタジオに行く前に少しは時間あるし、電話番号を安にでも聞いとけば、こんなすれ違いも避けられる。別にこのまま一生会えないわけじゃないよ。明日がある。ごめんね、長い時間引き止めて。いっぱいいろいろ話せて嬉しかったよ。人と話すことに飢えてるからね、専業主婦は。うちでお腹の子供のことばかり考えてないで、外の世界とも接した方がいいよ。でも、この先出かける用事なんて買い物と定期検診くらいしかないのかも。習い事でも行けば主婦友達もできるし。そっか、しんちゃんも頑張って。練習頑張っても無理なものは無理だと思うんだけどね。僕はそんなことないって。いつかブラストは絶対日本一のバンドになるって信じてるよ。それじゃあ奥さん、またご主人の目を盗んでお会いしましょうね。はい。ノブは元気？ギターばっか弾いてるよ。うるさくて僕まで眠れない。夜明けが待ち遠しい。明日は晴れるといいな。ごめん、いたのね。うん、7時って寝たばっかじゃん。よく真面目にバイトなんか行けるな。
何朝っぱらから自分のビデオ見てんだよ。うん、タクラがテレビに出てるんだ。よかったね。7チャンネル目を覚ませ、そんなチャンネルはない。おはようございます。モーニングセブンの時間です。トラップネストのギタリストレンの熱愛が発覚しました。お相手の女性は元バンドの仲間で、近々ガイアレコードからメジャーデビューするブラックストーンズのボーカリスト、ナナ。分厚い雲が去って突然スポットライトを浴びたあの日から、私たちが立っていたのはステージじゃなくリングの上だった。歓声と罵声が今も耳に残ってうるさいよ。明日なんて来ないよ。こんばんは、ナナナビゲーターの鈴江ナナです。さて、土屋アンナさんの歌うオープニング曲ルーシー、このルーシーの着歌が CD 発売に先駆けて携帯音楽配信サイトにて先行配信中です。皆さんもいち早くゲットしてくださいね。そしてなんと今日こちら7DVD 第7巻がいよいよ発売となりました。こちらは第17話から19話が収録されています。そうですよ皆さん、第18話にはあのナナとレンの劇的な再会があるんですよ。あれですよ、会わなきゃよかった、これですよ、このシーンがまた見られるんですよ。皆さんもあの感動をもう一度味わってみてはいかがでしょうか。それではまた来週。グラミール美容専門学校の提供でお送りしました。